で坪、大阪で17坪、そして今日新たに大阪で25坪、コロナのおかげで大忙し。はいどうもー、本日初投稿、25坪の新しい現場、アニメの職人ポッドキャスト、おはようございます。おめでとう。はい、すいません、いろいろトラブルがあって新しいところに引っ越ししてきました。仕事は山ほどありますので、これも僕頑張って取ったお仕事でございますので、一生懸命働きたいと。そして今日はまたね、僕の若い後輩がですね、お仕事休みで手伝いに来てくれてます。まずは今日はね、現場の案内、どんな現場かっていうのをね、お見せしたいと思います。そしてその現場を見てですね、視聴者の皆さん方、こういう動画が見たいというのをご希望ありましたら、ぜひコメントにいただければですね、あの、若手がやってくれるかと思います。ただ若手といっても35歳か6歳か、ちょっと、ふくよかな社長ですが、まあ、たびたび出てくると思いますが、よろしくお願いします。ということで、現場の案内、行ってみよう。はい、それでは、富野社長が、撮影者です。今からね、現場案内やっていきたいと思いますので、ぜひ、お楽しみください。それでは行ってみよう。レッツゴー。どうぞ。さあ、行きます。まず、玄関から入ってですね、こちら、1、2、3、4、6畳の和室ですね。旧和室、これを今から畳を取ってですね、何かをします。はい、続いてキッチンに行きましょう。どうぞ、こちらですね。さあ、前に行きます。だんだんでかいキッチンですよ。さあ、やってまいりました。こちらがキッチン、ドーン。さあ、でかい。ちょっと声がうるさいので閉めておきます。このキッチンもね、全部バラして、天井もこの上、天井ですね、天井もばらして、で、床ですね。床ちょっと、ワンフロア上がってるんで、この床も全部フロア取ってですね、あと考えたいと思います。それでは、浴槽の方行ってみたいと。これもまたね、お風呂も、それなりのお風呂です。さあ行きましょう。さあこちらが、1階のお風呂になってますね。これは昔のお風呂なんですが、きっとね、ユニットバスに帰る頃と全部解体してですね、これはちょっとタイルなんで、外りたいと思います。頑張ります。はい、それではお風呂を出てですね、でかいですよ、脱衣所が。またこれいきますよ、脱衣所、ドーン。これでかい脱衣所。ここも一応脱衣所なんですけども、もうここは和室とこの壁を全部壊して、ね、一つのフロアにしてやろうと。で、奥にでかい物置があるんですよ。これももうね、必要ないと思い、もう壊して部屋にしてやろうという作戦でございます。まあ、これは僕の勝手な作戦でございますが、そして1階にまだ部屋あるんですよ。さあ行きましょう。奥、個室、これはね、でかいんです。またさあ奥にやってまいります。どうぞ、行きます。さあ行きますよ、こちら。さあこちら、どう、こちらはどうするかまだ何も決まってませんが、タイルめくってね、早く仕上げようと思っております。そしてこの家には実は庭があると。で、庭の前に、目の前にトイレがありますので、こちらがトイレでございます。このトイレもね、全部撤去してですね、一からトイレをつけたいと思います。はい、僕がトイレつけると思います。頑張ります。はい、それでは次、庭に行きたいと思います。さあ、見えるでしょうか、家に庭があるというね、豪邸でございます。はい、またね、僕が庭師になってこの庭をきれいにやり替えたいと。はい、それではね、一回最後階段をお見せして、次は2階に行きたいと思います。この階段を上がっていってですね、この後2階をご案内したいと思います。はい、それでは2階は2部屋ですね、お見せしたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。さあ、和室、約5畳ぐらいの和室ですね。こちらとね、押し入れがあります。こちらもあっていただいて、この階段の上のこの押し入れですね、これも押し入れで使っていきたいと。それではもう1部屋、はい、こちらは6畳ですね。こちらも床を、畳を全部下ろしてですね、今から富野社長とですね、2人で畳を下ろして天井をばらしていきたいということでございます。まあ、ここはね、2階はもうあんまり触らずにですね、まあ、適当に壊して天井をばらして綺麗にしたいと。ただちょっとね、やっぱりこの家がこけておりますので、うまくやっていきたいと思います。それではね、最後締めて説明して終わりたいと思います。それでは最後行ってみよう。どうぞ。はいよー、どうでしたか、新しくやるお家でございます。どうなるかこの後お楽しみでございます。今畳をめくったらですね、こちらお水の跡がついております。昨日の雨ですね、残念ながら私この現場は瓦屋さんにならないといけなくなりました。はい、YouTube 見て雨漏れを直したいと思います。そういうことでね、今回はこの現場を2日で解体してですね、
まあ、スムーズよく現場を進行してて、もう電気屋さんもユニット屋さんも早く来ていただいて、この後どういう工事を進めるのか打ち合わせしていきたいと思います。視聴者の皆様、こういう動画が見たいとかですね、ありましたらぜひコメントに入れていただきましたら、視聴者の皆様方のご期待応えれるように頑張りたいと思いますので、ぜひね、興味がある分野はコメントください。この現場はね、庭もちゃんと土も入れて全部やりますので、こうご期待を。ということで、今日はこの辺で、いつも本当にご視聴ありがとうございます。そしてね、ここはね、あんまり夜遅くまでできるような環境ではないので、この現場が終わったら夜、この間の現場をぼちぼちやっていこうと、そういう動画も上げていきますので、ご期待くださいませ。ということで、今日はこの辺で、また明日、バイバイ。Can you tell me what you want?